どうもおじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。どうもおじさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日トールイス言ってくれた。今日はですねドムで出撃してみました。はい、ですねランクマッチシーズン7中なんですけどもね、GP02 レベル5を目指してたんですけども、実様のペースではレベル4、走行2までが限界ということがね、分かったんでね。ありがとうトールギスさん、敵を撃つよ。えい、よし、マニシャマニシャマニシャ、めっちゃ弱いな。うん、あいつが硬いんかな。えい、よし、あ、たまね。うん、そうか、自動リロードじゃないんでね、実弾管理は難しい、苦手な部類に入りますがね。よし、一応目標はね、あの1回でもさっきのこの連携というかマニシャですねをうまく当てたいっていうので来てみたんでね、一応目的は達せたんで、あとは勝ちましょう。うん、シュトルムファウスト、もう下の子から出るんだ。よし、じゃあこっちか。うー、あ、接近来た。さあ3対2。あ、ヘビアム逃げちゃったか。うー、3対1、なんとかタックルで、よし、生き延びましょう。1体ぐらい道連れできねえかな。無敵時間利用してね。よし、オッケー、どこい、よし、こいつ、よっしゃ、よし、1人倒したよ。あー、遠いか、しもた。胸ビームの射程は 90m とね、ガンダムのハイパーハンマーよりは、大きい、大きいが長いんでね、その辺うまいこと、当てて連携につなげることができるというのでね、中継戦はかなり今みたいにね、タックルにつなげたりとかいうのができて、強いと思います。はい、あとはね、実弾って意外とね、まあ最近はバルバトスがたくさんいるんでね、皆さんもご存知だと思うんですけどね、意外と当てにくいんですよね。まあ実様が下手なんでしょうけど、はい、はい、OK、よし、どうしよう、あっちだね、6番、よいしょ。結構まっすぐ飛ぶんですよ。あ、やべ、あ、やべ、あ、足引っ張った、すまんすみません、しかも落ちてるし、すみません、申し訳ない。当たった、よし、あ、あ、いかん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 、うー、やられた、ブルーディステニー、うまいこと決められちゃいましたね。まあね、ドームよりコスト高いですからね。はい、いい動きしましたね。よいよ、ほいほい、よし、いい感じにマニシャ使えてますよ。ブーストが少ないですね。あ、やばいやばい、これは嫌な予感だ来たあ、第三勢力に相変わらずよく狙われる実様、立ち位置が悪いんでしょうねこれね。そしてその間に味方が倒すというね、お決まりのパターンですけどもはい、実様にはブーストがかからない。よいしょ、ほいほいっと、よし、ナイス味方、ほい、ナイス味方、早い。さあ、蓋を開けてみればかなり差がつきましたね。うん、第三勢力の
おかげかな。ああこれじっくり占拠しても勝てるかな。おい外れた。こいつやっつけた終わりですけど、その前に選挙で終わりそうですね。あっに忘れてた、味方のも当たるんだった。終わった。あ早かったですね。久しぶりのドーム。前回はね多分機動強化2で出たんだと思うんですよ。 かなり前ですけどね。今日は走行強化2で安定を図りました。いい機体ですね。中継維持を狙いつつ、まあよろけでね、さっきみたいに連発でアシストも取ることもできるでしょうしね。うん、意外とプレッシャー与えやすい機体だと思います。はい、コストも低いんでね、初心者の方はこれを使う方も多いんじゃないかなと思いますけどもね。依存しすぎるとちょっと最終的に他の機体が使えなくなるんで注意も必要かなと思います。はい、無駄な死が1回ありましたけども、なかなか活躍できてよかったです。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あダメージの方が多い。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。